I know.
見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が、覚えておこう。いただいた銭を元手に。旦那、
Yeah!
皮膚傷とはよく言ったものよ。ケーキ漬けにはぴったりだ。ちぐいねえ、神器臭い田舎屋敷だ。せめて最後くらいはパーッとね。
こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
狼殿。死体はまだあなへでは。なんだお前さ、ちょっとは取っておく。これは忍び侍には真似、まあどうするかは戦う術など。戻っ、あれはそれとも、さてな、夢かう一つい仏様は、お前さんが全ては見るもの、そう。わしが掘る仏は五分、お前それで牙の形を正のりしこ。
そこもと、それがしを。力ば参る。現に中そこまた来る。そこもとの
目覚めたようじゃな。いいんがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？理由がいいよ。よどみのあふれてやがて。なんだと？会いに行くと。じゃが、あとは。物資殿には。はい。留飲は、返せ。しかしそれは繰り返せば、やがてよどみがあふれ。関わった者に病として負、その病を知りながらそれを止められなかったわ。すみません。その理由がわかりません。まずは死の残した記録を当たって頼む。海星流海行く、また海星の力では。Thank you.
はい。旦那、いただいた銭をもさ。
ところで旦那。おう。足はね、飽きない。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわつまり、ナリア、そこで一つ。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かれば、アシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れる。いい、ぜひ、お願い。これも平田のものだ。弔ってやらねば、九郎様。エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には。もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。
りをしている。竜害の調べのため物資殿が吐いた血、血の型、はい、血の色が、しかしこれできること、竜害にかかって、それがもっとある、竜害、お願い。ではThank you.
ご供養、いかがかね。供養？さよう。死者たちの御名、見たところあんたもご供養。
その任務、奴らいかに賢くとも長寿ひどいこと。極死者がカラスどこ。はい。お主とクロウ様の幻を見た。幻。ああ、クロウ様は今はどこにいる。アシナの城、その天守近くで捕らわれたですが。そうか。狼殿、手に入れた。血の塊ですね、物資殿のものと同じように。だがこれは足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べ、また戻った時に期待して いただいた血の、また戻ったと期待し、では待っていました。分かったの。はい、竜骸の源。何故違い。あなたはたとえかいずれ読み変わりの力を。竜骸にな。おそらく竜骸になったものは人が人として生きるためのゆえに。どうや。奪ったものを、これを。狼殿、かつてその時は。そうか。我が子では。その死ぬ随分と。お前さん、これを取っておきな。これはお前さんの牙で。どう。それが貝。要は忍び騎手。分かっ。まったく分からん。武士。あいにくと竜がいいごときで。
Ah!
お主、恋のキラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗持っておいでや。お主、もし持てば。
よう旦那、あんたも火事場泥棒ですかい。旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも。まあ何にせよここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああそういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、どっかの崖上にあんきっとなあし。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしお主賊を手引さもなくばこの平田屋敷が。そうよ、いねえ。お主、神もそう。賊ではない。あなたは若き忍び殿。賊どものあやつらはすでに若様の脱出もお願いです。これをどうか。承知。若様忍び殿ご分。
ぞ。撃て。
Thank you.
物資殿の竜骸。ああ。これを物資殿に渡してくだ。これは回帰祝いに良いでしょう。狼殿、かつてアシナに、その時はそう我が師では、では。茶を持ってきた。うん、そうか、まったく。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうと、こいつを飲んでると。エマ殿の父上。道元、あいつは、そして、いや、からくりバカの息が人。ふざけたやつだ。どういう、腕を失ったわしに今はもっとも義手づく、幾度も幾度もどうした、忍び義手をまともにエマにせがまれ、駒やらそうしたことをかさ、いわば忍び忘れ、忍びを捨てたわし、それだけは。わしが掘る仏は、どうへ業深い、お前それ、お前さん、主のあだ、お、で、また、